映画鑑賞のお帰りに伊勢海老料理の大納言大小コンパご宴会ご会食に当劇場横今はダメですね。今の現状ではダメですけれども、どうぞおいでください。そうですね、うん、映画始まる前にこういうのたまにあるね。チョコレート、チョコレートは森中。あ、違います。あ、違います。待ってくださいね。はい、ということでね、令和2年ちょっとグロいけど、令和2年にね、こちらのゲームをね、実況プレメイチしていきたいと思います。はじめましての方ははじめまして、そうではない方はニャヒーや水城アクアと申す者でございます。本日から新しくこちらのゲームを実況プレイしていきたいと。私たちが知っている銀河系の遥か遠く、それは誰も知らない遠い宇宙の果て。ここには光も音も時間すらも存在しません。あるのはどこをとっても均質な宇宙の塵ばかり。均質、これがカオス、つまり完全なる混沌です。カオス、私の頭。まずはここに、はい、あなただけの太陽系を作るところからこのゲームを始めることにいたしましょう。ドラえもんのび太の創世日記みたいな。では、はい、アナログスティックを回してこの均質な塵に乱れを生じさせてみましょう、はい、アナログスティックを、まあ、うわっ、そうそう、それです。やべえ、これうわっ、おっと、逆回転ですか。逆回転するやつ。再び逆回転ですね。うん、そうそうそう、逆回転。ちょっとそんな気まぐれに回転の方向を変えないでください。そう、お客さん、はい、そう、しょっちゅう方向を変えられたら時間がかかりますよ。あ、じゃあこうします。じゃあ右回しでいきます。こう腕がリアル。宇宙の塵がゆっくりと回転し始めました。うん、ところどころ光って見えるのは塵と塵が衝突をしてより大きな塵に変貌を遂げているからです。ところさん、塵同士が衝突して大きくなり始めましたね。うん、その調子ですよ。もうさ、あの腕の無数にあった多くの塵がもうだいぶ大きく成長してきましたね。腕のさ、このシワ、衝突のエネルギーも格段に大きくなっているようですね。めっちゃめちゃめちゃリアルなんやけど、すごい。これ誰の腕、これスタッフさん、これ。カオスがゆっくりと動き始めました。カオスか、そうそう、ゆっくりと動き出し、やるじゃん、やるじゃん、ありがとう、やるじゃん。その調子でもっと続けて。はい、なんでそんな急にフレンドリーになった、急に友達。私とお前はもうマブダチかい。ミコと交わしたらマブダチの論議やな。反対回転やっていい。無数にあった塵が今ではほんの数えるほどの塊に成長しました。うん、今真ん中あたりで一番輝いている星、これが恒星です。恒星、恒星年やな、恒星年の星ができた。イケメンばっかりや。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。あなたの太陽系の誕生です。私の太陽系。では今はしばらくこの様子を見守ることにしましょう。はい、プラネタリウムやね、プチプラネタリウムみたいなのができました。まあね、このご時世プラネタリウムもなかなか行けないんですけれども、まあ、個人的な話をするとプラネタリウムめちゃめちゃ好きで年一では行ってたんですよ。この惑星を、ではこれから始まるゲームの舞台とさせていただきました。ゲームって言っていいの？うんうんうん。あなたが創造主として活躍するそのドラマの舞台となるのがこの惑星です。団子三兄弟や。お、シーマン2北京原人育成キット、令和2年にやります。ようこそムッシュガゼーの実験室へ。こんにちは。さて、今ご覧になっていただいているのは、はい、当社が開発した北京原人育成キットのスタート画面。串に刺さった団子、団子。申し遅れました。私、今回の北京原人育成キットのご案内担当、宝田明と申します。宝田明さん、のほどこちらこそお願いします。宝田さん、ここらであなたがどこのどなたかお聞かせいただきましょうか、ね、YouTuber のえ、正直にお願いしますよ。はい、これから日々重要なお話をする上で不都合が起きるといろいろとご迷惑をおかけしますからね。不都合って何？不
不都合って何？どんな不都合が起きんの？え、これ、どう、え、ちょ、え、ど、ど、え、ど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 、え、私一応ね、19歳っていう設定のもとでやらせていただいてるんやけど、2020年19歳ってことは、2021年が誕生日かな？2001年やね。うん、もう、きょどってるね。うん、きょどってる。もうね、19歳じゃないんですけど、まあね、事実上19歳っていう設定でいかないと、不都合が生じるんで、これはどうして、一応もう実況者とかない、実況者。実況者ってないの、なんかない、無職望んでいたよね。ちょ待って、これでよく自営系のさ、会社社長とかよくね、あ、会社社長にすればうち、社長夫人になるわ。夫人？夫人って結婚してなあかんねやっけ。社長令嬢になるわ。名前とか見バレする、見バレする。待って、アイナがあんねんけど。え、アイナでやっていい？相葉アイナさん、ちょ、アイナでやるわ。え、なんでそんなピンポイント、アイナ。はい、お疲れ様です。あざーす。さてと、ここで選択肢が今2つあるんですよ、はい、我々には、うん、1つは引き続き、うん、今度は生命の誕生を体験するコース。見た見た、やりたいやりたい。だけど、うん、この惑星の環境コマンドを理解するにはいいチュートリアルにできてます。またぐるぐるすんの？もう1つはぐるぐるやりたい、そのあたりを全部吹っ飛ばして、うん、とっとと北京原人のいる惑星にジャンプするコース。口悪いで。はい、2択です。うん、体験したければ体験を、それがめんどくさければとっととスキップを選択してください。あ、スキップ選ぶと私後戻りはできないよ。私のコントローラー技術の影響でおそらくスキップするとゲームがつぶと思うんで。さあ選択してくんなあ、旦那選択してくんな、とっとと選択してくれませんかね。え、土方の旦那、とっとと選択してくれ、もう一回言って、もう一回言って。聞こえてんのか選択してくんなって言ってんだよ。はい、選択します。お、そうですか。うん、わかりました、お願いします。では早速、手取り足取り腕取り教えてください。じゃないと私本当にね、また一応ね、ここのね手元にね、画面の調子が悪いんじゃねえのなんて思わないでください。説明書らしきものは持ってるんですけど。生まれたてのこの惑星は闇に包まれたままたくさんの産声を上げている状態なんですね。カオスやもんな、カオス。ほら、今遠雷が見えたでしょ。落雷ちゃうの？ここはあなたが作った先ほどの惑星なんです。落雷ちゃうの？では見渡す限りのこの大海原に全ての生命の源泉とも言うべき生命核を落とすところから始めてみましょう。源泉、温泉やん。では、はい、A ボタンを押してください。 A ボタンをポチッとな。マリモみたいなやつが落ちた。あなたの作った惑星にたった今一つの生命が着水しました。マリモ、マリモ着水した。ではクローズアップをしてみましょう。はい、ちっちゃってか暗、何も動きませんね。動いてるんで、ピク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 。どうやら水温が低いからのようです。へえ。ではこの惑星の地殻活動で水温を高めてみましょう。待って、字幕つけて。何？地殻活動をさせるには、地殻活動、方向キーを上に押して方向キー、環境パネルを出してください。わあ、出た出た。何何何何何？どう？水温というメニューが表示されるまで方向キーの右、あ、右、ないしは左を押して。あー、出た。そう、それそれ、これ。では早速方向キーを上に押してみてください、うん、はい、そうです。おお、やべ、地震が、ちょっと待って、マグニチュードやん。やばい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 、ちょちょ、ほんま。適正温度は25度前後です。はい、地震トラウマやねやんか、めっちゃ怖かったんやわ。水温が25度前後になるまで押し続けましょう、うん、はい。まだ18度やったけど。おっと、アキラさん、運動が活発化したせいで島が隆起してきました。アキラさん18度やったんやけど、気にしないで温度が25度近辺になるまで続けてください。気になるんやけど、そんな気にしないでとか。上手ですね。ありがとう、なったよ。オッケーオッケー。す
素晴らしい。うん。よし、ちょうどいい温度だ。うん。高くした方が良かった？少しずつ生命核が分裂を開始しました。2匹になったね。目ん玉。このように地殻活動によってこの惑星の温度を上げる方法を覚えておいてくださいね。上を押して右な。OK。4つになったよ。わあ、ドラゴンボール、ドラゴンボールみたいになっていくわ。増えてきましたよ。うん。8個になろう、8個に。そして願いを叶えてもらおう。なんなんこれ、理科の実験室やん。プレパラートの上にこんなんおったな。プレパレート、強くなんかないけどやな、アキラさん。アキラさん。では次に。はい。この生命核が分裂する方法。生命細胞。稲妻で電気ショックを与えます。待って、指が。では同じ要領で今度は落雷というメニューを表示してください。落雷。そうそう。はい。そこで方向キーの上を押す。はい。お。そうです。生命が自分で運動を始めましたね。多細胞生命。自立活動と呼びます。あ、きれいきれい。こうして海が適当な温度になった時に稲妻を落とすと、適当な温度？生命は進化するんですね。適当な温度って何？ではこの要領でどんどんと生命を進化させてってくださいね。はい。私は黙ってしばらく見ていることにいたします。え？いや、え、何？この要領でって何？雷落とせって言ってる？え、適当な温度って何？これ適当の定義がわからんだけど。そうです。そうですか。原始生物。また生命体が進化したようですね。わ、ミミズや。動きも格段に進化しているのがわかりますよ。ミミズや、ミミズ。そうそう、この細胞タップをすると集まってくるようですよ。タップ？タップとはR ボタンを押して画面上をトントンと叩くことです。トントントン、ヘイ、トントントン、ヘイ、トントン。あ、集まった細胞が交配を始めました。交配活動自体いいな、今気づいたけど。トントントン、ヘイ、トントン、チョコレ。生命体の動きもだいぶ生き物らしくなってきましたね。うわ、肉食恐竜とかした。先にご覧いただいた分裂活動、その後に始まった交配。この交配が入ることで生命はより多様になるわけです。うん。そして変化を克服できやすい個体を作っていくわけですね。うん。もしかしたら私たちが異性に惹かれる恋愛の原点はこんなところにあるのかもしれませんね。捕食するため？怖っ。捕食するために人好きになるの？生き残るためやな、ひいてはな。合ってる？宝田さん、アキラさん、どっちでお呼びするかまだ定着してへんやけど、これどうしたらええの？雷か？おやおや、細胞が他の細胞を食べてますよ。捕食活動、どうやら弱肉強食の世界が始まったようです。うお、これ楽しい。待って、雷を直撃出すのめっちゃ楽しいやけど、これめっちゃ集まってきよる。なんか私も雷で撃ってみたいな。あかん、ド M の島や、ここド M 島や。え、どうしたらいいの？え、合ってる？あ、合ってた。有生生物。進化した細胞が島に上陸を始めました。どうやら活動の場が海から陸上に変わったようですね。あ、あれか、足が生えてくるやつやな、これ。手とか足とか。もう音がぬちょぬちょしょるで。細胞の大上陸が始まったようですよ。ねるねるねるね。見事だ。ねるねるねるね塗ってるだの、ネチネチしてる時みたいで。もうなんかわら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 みたいな。これ何？吹きじゃない、なんていうの、あの秋に咲くあの白いのが先についてる、あの秋の花。ススキの大群みたい。ススキ
いつまでこのネチネチ音聞いて、上陸した細胞が死んで土となっているようですね。なるほど、土というのは生き物の屍によって作られるんですね。あ、え、そうなん？え、初めて知った。土って死体なん？生き残った細胞が土の養分を使い、さらに進化していきます。わからへんこれ。え、ほんまに？あ、光合成、二酸化炭素。彼らは光合成によって太陽エネルギーを取り込むことに成功したんですね。光と二酸化炭素、それが次への進化のエネルギー源となったわけですよ。そうなんや。いや、初めて知った。これで北京原人育成の舞台が出来上がりました。もう土が死体やっていうことに驚きを隠せへんような。え、はい、マジで？長い導入部でした。お疲れ様でした。ついていけてへん、アキラさん。では、あなたが作ったこの惑星の生命を、はい、今から1億年ほど未来へと時間を先送りします。1億年と2000年前から。海で発生した生命たちが上陸した島がありましたでしょ？うん。あの島が1億年という時間の中でどのように変化するか楽しみですね。隆起した島な。ところで画面内にあるバッテリーの形をした表示に気づかれてますか？なんかあった。これは育成キット内では環境バッテリーというんですが、環境バッテリー、あなたが天変地異を起こすたびにこのバッテリーは消費されるという仕組みです。なるほど、減ってたねさっき。ま、詳しくはシーマンが本編でお教えいたしますがね。うん、早く会いたいねシーマン。じゃあなって言ってからね、シーマン1を実況してから2ヶ月ぐらい経ってるので、2ヶ月ぶりぐらいのシーマンとの再会なんですけれども、またあの声が聞きたいですね。 Don't Panic シーマン2、1998年から2007年ビバリウムセガのゲームです。よろしくお願いします。